はい、皆さんこんばんは。君の会と申します。よろしくお願いいたします。何を話そうかって言ってもやっぱりなんつってもね、サッカーワールドカップ日本代表決勝トーナメントおめでとうっていうのをね、まず言いたいですね。もうそればっかりです、気持ちは。まあ、第3戦のポーランド戦ですか、僕見てましたけども、最後めちゃめちゃ緊張したんですけどもね、なんか非常にね、批判多い、まあそれは多くもなるんでしょうけども、つまんねえとか言って。写真を撮ります。はい、皆さん揃ってください、写真撮ります。はい、まあ、あの様子ですけども、あれ見てて僕は西野監督もう鋼の心臓を持ってるなって思ったんですけどもね、ベンチ内でもね、これセネガルが1点取ったらどうするの、ダメでしょ攻めないとっていう声が相当あったようですけれどもね。しかしまあ確率というかね、それだけを考えてみると、あのままの状態を維持するっていうのが一番可能性的には高かったでしょう。でもね、可能性的に高いって言ってもね、あれできるってなかなかないんじゃないかなと。あれね、よく批判する人で臆病者だとかなんか言う人がいますけども、いや逆だろう。だってあれ完全に言ってみれば主権を放棄してますよね。自分たちではもう何もできませんという宣言をしてるわけですから、そりゃもう怖いですよ。見ててももうヒヤヒヤしましたね。まあ、せっかくガラッと話を変えて日本の主権の話になると、日本にはね、主権がしっかりあるとは言えないと。まあこの日本、これからね、自分たちのことは自分たちで決めるっていうことをしっかりやっていかなければいけないと、僕もそうだし、ここにお集まりの、君の会のメンバーみんなそう思ってますが、ケースによっては自分たちに主権がない方が安全なこともあるということをね、今回あの試合を見て思いましたけれども、いやしかし西野監督本当に、鋼の心臓を持っているすごい人だなと思いました。これからもまた、決勝トーナメントを進みましたんで応援したいと思いますが、次は3時からなんでしたっけね。とりあえず夕方に寝て3時に起きて観戦しようと思ってます。以上です。終わります。ありがとうございました。